ハルスラム。はい、どうも、ハルです。今日紹介するのは、じゃん、カルビーのポテトチップス、コンソメダブルパンチ味じゃなくて、フルポテ。そして、カルビーポテトチップスバーガーというわけで、こちらの商品はですね、絶品チーズバーガーにポテトチップスを入れた姿となっております。そしてこちらが、なんといってもね、ほんと、パッケージが、ほんとまさしくポテトチップスですね。これにね、コンソメダブルパンチ風味。うん、粉を入れます。ポテトチップスを食べられる、ね、あの指に使うあれですねあれだね、あの魔法の粉でございますね。あのうましです。シャカシャカします。何回くらいなのこれ。横にも振った方がいい。10回程度だって。そうですか、 OK ですねじゃーん、コンソメの匂いがやばい。いい匂い。いただこう。どうぞ。うまーい。どう、魔法の粉の味がしますか。うましら。グーバーガーキングのフレンチフライに近いと思ったんだよ、お父さんは。なんとなく同じ。同じ。そうでしょ。美味しい。続いてはポテトチップスバーガーです。入ってる。ポテチが入ってますな。やっぱチーズがなんか濃厚だね、ロッテリアは。いただきます。どうぞ。なんか口の中でシナパリシナパリってなんかシナパリシナパリ本当は出来たてのだったらね、結構パリパリらしいんだけれども、ちょっと持ってくるのに30分ぐらいかかっちゃったからね、ちょっとしなっとしちゃったかな。どうですか、あのポテトチップスとの相性は。抜群抜群。チーズポテチみたいな感じ。ソースの味はどうですか。うまい。うまい。これね、絶品チーズバーガーソースがたっぷり入ってるらしいです。これですよね。うん、それそれそれ。しっかりしてます。余談ですけど、僕ね、怒ってます。どうしたんですか。犯人はあなただ。あなたが買ってきた夏休みのドリルが問題数が多い、裏表ある、はい、同じ量、はい、採点が基準がある、はい、しかもお父さんそれを2ページやると、はい、なんということでしょう。てん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 かーん、必ず戻んない、 I'll be back。 よかったなってなっちゃったんです。おい、5年生の夏なんで少しは勉強も頑張ってくださいね。習ってない問題多すぎです。お母さんに何でも聞いてください。わかりました。というわけで、今日はロッテリアとポテトチップスコラボ商品を紹介しました。ロッテリア、ロッテリア、デロン。それではまた見てね。